どうしよっかな。結構序盤で思い出深いエリアっていうと、あれかな、修行の山とかもそうだよね。修行の山、ここだって、これはね、サナタンがね、だいぶ序盤からいたような気がするからね。どうだい、サナタン。あー、サナタン気に入ってんね。そりゃそうだろう、みんなチヤホヤしてくるからな。ゴリサーの姫として修行の山で。これは国男とかがその後に来たんだろうな。あ、いいね、鍛えたいね、国男。国男に力とかな、国男に力に、コージにヒロシな。これなんか初代熱血硬派国男くんのオープニング作った記憶あるわ、こいつらな。いいね、喜んでるね、ヒロシね。で、なんか4人でレベル上げに行った記憶あるわ、うっすっつって。で、ワンリキオ。ワンリキオとかこの辺が来たのだいぶ後だった気がするね。ワンリキオ。どうした、名前が気に食わねえか。ゴーリキオに、カイリキオな。見ろ、このカイリキオの全て振り切った姿。ワンリキオ。おい、見習えよ、ワンリキオ。もう腕が4本入るとどうでもよくなんだ、これ。元気いっぱいよ。いつも元気いっぱいだからな、カイリキオは。レムタン。レムタン、あ、レムタン喜んでる。いいねー。に、もちきんとはんぺんは結構後だったかな。もちきんにはんぺん、あ、違う、これワンリキオな、にはんぺんと。いいですね。ここもね、結構いじられいじりがいのあるな感じで、ね、サナタン、サナタン仲間になった時のあの下りは本当に良かったな、あの下り。あれは気に入っている、あの動画ね。いや、なんかほんといじらせてくれるから、いじってまたなんかこう可愛さが、愛情が増すよな、サナタン。でも女の子だから忘れないでください。実際可愛いからな、朝なん可愛いんだよな、ほんと女の子みたい見える。いいな、このエリア、このエリアもいいっすね。ほんじゃ、みんなサナタンとレムタンをしっかり守ってやってくれな。ほんじゃな、よし。いやー、でも一番いじったのって言ったら、いや、もっといじったやついいかな。でも結構特にあれだよね、その視聴者の人、そんなに、さすがにこんだけいると名前覚えらんねえと思うけど、ギベさんだけはギベさんだけは名前わかるっていう人も結構多いんじゃねえかな。めっちゃいじってかな。思い詰めてんじゃねえかよ、ギベさんがよ。めちゃくちゃいじったからな、ギベさんは。あれだよね、なんか図鑑の説明が、なんか、あ、図鑑じゃねえや、名前か、石つぶてって名前かわいそうすぎるだろうって、適当すぎるだろうっつって、なんか宝石の名前でもつけるかっつってな。で、なんか銀色の宝石探したら、なんか隕石の名前が出てきて、ギベオンっていうの、隕石の宝石みたいなやつで、ギベオンにしたんだよね。ギベさんからのサターンって一気にいったのよ。あ、喜んでるわ、サターン。明らかに喜んでる顔してるもんな、サターンのこの白い歯よ。すごいね、ギベン。隕石からもう惑星しかねえだろっつってな、サターンじゃん。そして最終的にはテラよ。テラになったから、テラもなんか思い詰めてる。名前が重すぎたか、テラ、ね。そしてミモザとかも結構序盤だったかもね。ミモザな、これ。あれ、ミモザってカクテルの名前だよな、確か。ここになんかストロー刺して飲みてえなみたいな。そんな感じからつけたんだっけ、ミモザ。おしゃれな名前にして。あれ、なんか、あれ、これも図鑑にそういう話があったんだったっけな。で、キャンディーな。キャンディーはもう頭の上のこれがな。キャンディーがグミ欲しがってんじゃないか。プッチョ。え？グミやれ、グミ。プッチョや。ニコニコしてるわ。で、マサヨシな。マサヨシはアニメが由来だね。アニメが正義のヒーロー、グライガーマンで。正義から来てますね。で、姫ちゃんや。姫ちゃん。元気かな、姫ちゃん。探知の玉持ってる姫ちゃん。とのな。まあ、姫とのはまあそうでしょう。そうでしょうよ。で、インディー。インディーな。冒険家インディー。インディーにな。法を見せられてよかったな。インディー。で、ゆいちゃんとね。サチよ。どうだ、サチ。サチと。ゆいちゃんな。よいしょ。ゆいちゃん。元気。あー、ゆいちゃん。悩み事抱えていたから、友達がいっぱいできたからな。
ゆいちゃん。いやーいいねー。このエリアも確かサムネ作ったなーな、ギベさんな、ギベさんいいわ。ギベさんは相当相当いじられたんじゃないか、ギベさんは。いやーいいね、いいいい国になりましたね。ここはね、このポケモンたちも幸せだねこれでめちゃくちゃハッピーになった記憶があるわな。幸せに幸せに暮らしてくれみんな。よし、また来るよ。さあちょっとさっきいじった、めっちゃいじったなーっていうので、ちょっとまあ感じた、思い出したのはやっぱりシャネルやっぱりシャネルでしょ考え事してるじゃない。傷ついているのかシャネル。でも俺は本当にお前は一番可愛いぞシャネル。まあ、でもルキも結構ね、あの最初の方に仲間になった記憶があるから、ここもね序盤から来てたような気がしますね。ルキ、ルキなんて、あ、白いグミ持ってる、食っていいぞルキ。っていうかなんかは、あれだよね、ラッキーハピナスあたりが結構さ、もう奇跡起こして3匹中2匹仲間になったから、一番苦戦したのって多分タマオだと思うんだよな何笑うてんねんつって、これたまたまマジで苦戦したよね。あれ大変だったな。ポッポ、ポッポとあれか同じ時だったかね、あれね。どっちも苦戦したけど、カビゴンがめちゃくちゃめちゃくちゃ出まくったの覚えてる。なんでこんなカビゴン出んのにたまたま出ねんだよみたいな、な覚えがありますね。あそこは大変だったね。たまお、たまおに、たまえ、たまおとたまえな。あー、たまえが一緒に冒険しちゃった。いいですね。少し落ち着かない、たまえ。もずくとか、この辺も。いいですね。に、とろろちゃんな。食い物が多いね、ここね。とろろちゃん気に入ってれば。本当に本当に食い物多いな、ここ。だって、あるもんな。キューピーと、まあ、食い物っていうか分からんけど、キューピーに、カゴメに。あ、気に入ってる。カゴメが。いいですね。キューピー、カゴメ、そしてブルドッグ。ブルドッグソースから来てる、ブルドッグ。ナッチュンナッチュンな、ナッチュン。いいねー、ナッチュンに、シュマイル。シュマイル、あー、元気いっぱい、シュマイル、炸裂。いいですね。すごいテンション上がっちゃった。で、シャネルからの、ドルチェ&ガッパーナのお二人。あー、嬉しいねー。ガッパーナこっち側にいますね。ここもサムネ作ったな。結構ここのサムネも凝った感じにしていたような気がする。ああ元気じゃん、いいね。ドロちゃんのガッパーナのお二人、いいですね。いやー、いいジャングル、いいジャングルになったわ。俺が知ってるジャングルの中で一番いいジャングルだぞここ。これシャネル元気だな元気だなシャネル、自分に自信を持ってシャネル。よし、さあさあ、あとあれだなあ、あそこも結構序盤からいじりまくっていたような気がするんだが、この樹海の森ね、モカだよなここ友達エリアの中でなんか謎のストーリーみたいのつけ始めたのってモカあたりからかもしんねえなモカ、モカが女の子だからタイソンかみたいなタイソンと誰だ、誰が次に来たんだ、政宗か、政宗あたりとなんか取り合ってるみたいな僕は女の子だからね、めちゃめちゃダンジョン行きたがってるけど、でも女の子だからハイソンと政宗が取り合ってんぞみたいな、なんかそんなこと言って遊んでた記憶あるわ村正とな。ここは序盤にバーッと集まって、旦那とね、この辺りは結構序盤だったかな。ただ吉住とかが来るのは結構後だったからね。なんかそういうなんか謎のストーリーつけて遊んでいた思い出がありますね。最初の方はな、吉住な、あ、ニゴニゴしてるわ。吉住に裕次郎に慎太郎ですよ。あ、気に入ってますね。この間来たばっかだけどな、ここは。なんたって店長がね来てくれましたから店長早く商売、ここじゃ商売ができないね店長ね、商売がしたいね。いや、いいね。ここ、あ、ここもそうサムネにできなかったんだよね。いいね。いいですね。端っこまで。なかなかこうやって端っこまで見ることねえからな。サムネとかにしねえと。
いいね、モカよ、モカモカモカは今年生放送でやつだ、初代ポケモン150匹集めるみたいな企画の時もね、かなりフィーチャーされましたからだいぶ注目の的になりましたからね、まあ、そういう意味でも俺の動画に欠かせない存在だったらモカモカモカってカイロスにモカって名付けたやつ俺以外にいるのか、私ですね、モカすごいすごい、もう何角角になんかもうギザギザすごいことなってんじゃない、モカいいね、おしゃれ、これもおしゃれだな、ピアスめちゃめちゃピアスしてるモカいいね、よし、どこ行こう、どこ行こうかな、そうね、結構序盤、あーでもイベントで仲間になったっていうところでも、あそこ暗闇峠、ここもソルがねだいぶ序盤に来たから、実は結構早い段階でゲットしてたアイデアかもしんないね、この音楽これにはビビったね最初、このこれ最初に聞いたのもここだからね、なんだこの音楽ってなったもんな、ねえソルどうだいオレンの実持ってるずっとねえ、でナメオナメゾウナメギガスとか結構さ、このエリア最初の方だったのかな、あちょっと落ち着かないわナメオが、ナメオナメ音楽のせいだろ絶対、気分変わったのも落ち着かねえのも、ナメオナメゾウナメゾウも落ち着かねえし、ナメギガスナメギガスはこの音楽を聴きながらでも寝れる、さすがだね、どうだろうな、順番キリマル、キリマルとかな、目がビガビガになってるからキリマルニコニコしてますに、テルにね、タクロウもいますよ、テル喋らして、テルと喋れねえ、どうした、あテル本当に落ち着きがないねあんたはテルとあと、進化、タクロウは進化じゃ、あー嬉しそうだね、キャスティーよ、キャサリン、これも名前かわいい、キャサリンな骨じいかな、骨じいと、マサヨマサヨだからこの子は、マサヨは可愛いからな、気に入ってるねマサヨに、ナナな、ナナちゃん、ナナちゃんとかもだいぶ後だったね、そしてかぐや、かぐやとかぐらがね、最後に来たのかな、ちょっとかぐやまだお化けが怖いね、かぐやかぐらダンジョンに行きたく、ダンジョンに帰りたくて仕方がないんじゃないかお化けばっかりだからなですね、ここもね、まあ音楽も相まって印象的なエリアですね、ここも確かあれだな、サムネにはした記憶がありますね、ナメオナメゾウナメギガスあたり、このナメの三段活用あたりから結構名前つけるのもそういうの多くなったな、中野中原中林とかもそういう名前の付け方が多くなったような気がしますね、いいね、ちょっとあれだな、この音楽でやっぱこの音楽、まあここが最初だったけど今やねあのエリアの音楽になってるからな、ほんじゃんな。